6時半になりました。マダンバシジュンのグッドイブニング沖縄、今夜もよろしくお願いいたします。放送は FM ギノワン、79.7 メガヘルツ、海の見える丘の上からの放送でございますのでよろしくお願いします。マダンバシジュン、はい、音がね、入ってるな。すみません、ちょっとあの内輪の話で前あの、ヘッドホン外しましょう。お相手はマダンバシジュンと、はい、なんかあたふたしてますがレミさんでお送りいたします。よろしくお願いします。実はあのもうバラしちゃいますけど28日の収録ですよね、はい、ございます、はい、まあ、あの数えるところあと、数日で、次は2024年になるんですね。そうですね。で、干支は何ですか。次はなんだ。次はね、タツなんですね。あ、そうなんですね。はい、だからもう年賀状もどんなタツにしようかなってまだ考えているとまだ出してないのかっていうふうに言われるかもしれませんけど、まあ先週もお伝えしたんですけど年賀状は苦手です。はい、いや年賀状昔はすごい楽しみでしたけどね、うん、なんか小学生ぐらいまでの頃は結構出してて、お絵かきとかも好きだったので、はい、なんか一人一人に違うこと書いたりとかしてましたけど。ですよね。だんだんこうやっぱり友達が増えてきたり、そうまとめて何かをする時間が少なくなってきたりするところがあって、だんだん面倒になってくるんでしょうね。どうしてもね、うん、なかなかこう毎年毎年この年になってくると、そういう時間も取れないですしね、このまとめて書いたりする時間も。あの先週も、ね、お伝えしたんですけど、まあ、子どもの、あの年賀状を作るという宿題が出てですね、はい、その題替えを僕がやって、まあ、あのその三地下タウンのところにね、あの張り出されたっていう話もあるんですけど、はい、やっぱりあのこの時期に宿題を与えるっていうのもね、実はね、あのどうかと思っておりまして、あでまず今日のテーマなんですけど、はい、まあ来年はどうしましょうかっていうところでね、どうしましょうか、あの、うん、目標どうしますかっていうところでね、あのそのテーマが後になっちゃったんですけど、うん、例えばですね、あの、まあ、その宿題も一校で学校の先生もう毎年毎年同じようにこれやりなさい、あれやってきなさいとかあるじゃないですか、うん、例えば読書感想文とかね、まあ、夏休みだったら、でそれよりも一個だけ宿題を与える、一個だけ、うん、というのはね、はい、来年の自分の目標は何ですかということと、じゃあその目標に向かうためにどうしたらいいか自分で考えなさいっていうテーマを与えるのも面白いなと 思うんですね。確かにね。で、これあの今日あの車に乗って58号線を北上しているときにふと思いついたことなんですけど、はい、どう思いますか。レミさんだったら、まあ、レミさんが小学生で、そういうふうな宿題を与えられたら何を目標にしますか。小学生だったら何だろう、うん、楽しく過ごすとか言いそうですけどね、うん、笑って過ごすとかですよね。あの、まあ、来年は例えばスポーツでこういうので優勝したいとかっていうのもあると思うんですね、うん、で、まあ、僕が思ったのはね、あのこれちょっと特殊なんですけどね、うん、例えばですよ、来年はねガールフレンドを作ろうと、男の子の場合はね。でもちょっとモテるためにどうしたらいいか、はい、でこういうふうなませたガキはいないと思うんですけど整形でもするかと、うんうんうん、一丁ね整形でもしてちょっとね、はい、出ていったあの新学期迎えた時にねおっていうような感じに、なったらいいなって、これが目標なんですよ。なるほど。でじゃあそのためにどういうふうにすればいいかというとですね、うん、その例えば整形をするならばお金が必要になるじゃないですか。そうですね。うん、でお金を得るためにはこれ親からもらうっていうのは、まあ、これはまあ普通に誰でもできることなんですが、うん、ではなくてですね、じゃあ新たな自分ができるお金になること、つまり起業ですよねとか、うん、起業してみるかなっていうふうに考える人も出てくるかなって思うんですよ、うん、そうすると今やってるゲームでもっとちょっとこういうのを改良するためにはどうしたらいいかなっていうねはい、はい、ゲーム好きな人ですね、あとはまあその他、自分がもっ
ている特技を生かしてこういうふうに起業できないかなって考えてみる、小さい頃から考えてみるってのは必要なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですか？私はでもそれは大事だと思いますね。結構やっぱ目標を考えられない子も結構いて、うん、目標がないから普段何したらいいか分かんないみたいな、そうなんですよ、子がやっぱりいるので、うん、って考えるとやっぱ目標からじゃあ逆算してみようねってこう助言する大人が周りにいるっていうのが結構いいことかなって思いますけど、ええ、うん、将来何になりたいですか、いや僕はそうだな詐欺師になりたいとかね、そういうそういうのはもうずっと昔からある話じゃないですか、うん、お医者さんになりたいとかね、うん、でももっと具体的に近い将来ここに向かうためには何をしていいかっていうね、そういうふうな助言アドバイスなりを子どもたちに与える方がみんな生き生きとして考えるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね、うん、やっぱりこうやりたいことが見えないとやりたくないことができない、うん、あ、そうなんですよ漠然としてたら何もできないんですよね。なんか明確にあればじゃあこのやりたくないこともやらなきゃいけないよね、うん、みたいな、うん、こう道筋があればやりたくないこともまあ頑張るかみたいになるんですよね。そうなんですよ、皆さんもちょっと一度考えてみてねこういうふうにやったら次のこのステップに行けるとかね、うん、そういうことを考えてみるのも新しい年を迎えていいかなっていうふうに思ってますし、うん、僕の高校の時の同級生がですねなんかいろんな芸一芸を持っていたんですね、はあ、座布団を手で回す、これも1枚だけじゃなくて何枚もね、何枚も、うん、でそれでですねこれは彼から聞いたんですけど、はい、その神戸大学の経済だったかな、はい、受験した時になんかそういう一芸特技を出してくれって言われた時に、はい、座布団回したらしいんですねで通ったという話を聞いたんで、まあ、それが全てではないんでしょうけど、うん、まあそういう芸は身を助けるっていうのもあるの で、うん、でそれはやっぱり小さい頃からじゃないとね、身につかないかなって思ってるので、うん、小さい頃から何かをする上ではそういうふうに英語を習わせます、ピアノとかですね、習字、はいはい、とか、まあ、それもいいんですけど、うん、もう子供はいやいやながらそれやってると時間の無駄かなっていうところで、まあ、早く何かねそういうふうに自分の特技を生かして楽しく仕事ができるところにつなげていけるものがあればいいかなって思ってるんですね、うん、なかなかでも私は結構そのタイプで、うん、一芸が身を助けてここまで来た人間なので、一人でバンドなん楽器何でもできるんで一人で多重録音できるでしょ。そうですね、一人でドラムも、うん、まあ、ギターとかはちょっとしか弾けないんですけど、うん、ギター、ベース、ピアノもできるので、ええ、なんかそれで身を助けられてる感はありますとっても。ですよね。で一番大切なところはね、楽しんでやる、でそれが仕事になったらいいな。そうだから私は将来の夢を決めるときに、はい、この何でしょう、自分が今まで続けられたものを考えてこう決めたんですけど、うん、その何でしょうね、その分その親がいろんな習い事をさせてくれてたんですよ、ええ、とりあえずやりたいって言ったことをやらせてくれる、なるほど、親だったので、うん、なんか水泳やってみたりとか、英語習ってみたり、なんか日舞とか流舞とかやってみたり、すごいですね、もう一通り何でも。そう、結構いろんな習い事をしたうちに、この、なんでしょうね、残ったのがピアノだったっていう、うん、ただそれだけなんですけど、結局のところは。で、なるほど。そうそう、そしたらじゃあ音楽は続けられるかもみたいな話になって、うん、じゃあ音楽で食っていける仕事ってなんだろうからこんな感じになりましたね。なるほどねそっか、僕もね小さい時ねピアノを習わされて、はい、まあ、実は僕の母親がピアノの先生やっていたので、家にね習いに来る生徒さんたちがいっぱいいたんですよね、はい、うん、でそのうち僕の同級生だったM さんっていうね、はい、非常に綺麗な子が習いに来るようになって、うん、土曜日の午後だったかな、はい、で来るんですよ。そしたらね、お前のところに彼女来るんだったら俺も行くとか言ってね、もう大勢詰めかけられたことがあって、はい、だからまあピアノはね、でもまあ僕自身はやめちゃったんで、もうすぐにね、うん、普通の習い事のように、まあ、
もうやっててもよかったかなっていうふうに今は思いますけどね。いやでも、はい、下心って大事ですよねって今の話を聞いて思いますけど大事なんですよね。結構この物事を進めるのに必要なことだなって、うん、そうそうそう、もうそれが最近思いますよ。そういうのって結構ありますよね、うんうん、目の前に人参そういうものをなんかぶら下げられると、うん、ちょっと頑張ってみようっていうのがありますよね。バンドマンとかは結構やっぱりその、うん、モテたい気持ちからバンドを始めて、はい、本当にかっこよくなったみたいな人がいたりする。昔のね、まあ、これもレイミさん生まれる前の話なんですけど、うん、あのフォークブームになって、はい、でいろんなあのグループ出てきたんですけど、うん、まあ、基本的にはモテたい、はい、であの楽器もエレキギターのように電源使わなくてもいいしどこでも あの、ね、普通のねあの、ギターで弾けるんでっていうことで、はい、でみんなあのやっぱり世に出てきた人はモテてたらしいんですね。あ、そうなんですね。で有名になって、ただ一人モテなかったのは小室仁っていうミュージシャンの人もどうやってもモテなかったって話聞いたことあるんですけど、うん、まあ、だから、まあ、あの逆でね自分があのやりたいことを楽しそうにやってると必然的にねあの、まあ、そのビジュアルはどうであれモテるかなって、うん、自分のそのそうですね、やりたいことに向かって頑張ってるその姿を見るとやっぱりモテてくるかなっていうのはありますね、うん、内側から魅力があってやつですね。そうですそうです、うん、だからまああのね、整形をするためにっていうのはこれはまあそのよからぬその目標はあるんだけどそのために努力して起業するっていうのもね、うん、いいかなっていうところですね、はい、だからまああのギターが上手くなりたいとかそういう目標僕もういくらやってもね、まあ、昔っていうか神戸にいた頃は、ジャズとブルースを習っていてある程度まで行ったんですけど、はい、途中であの沖縄来ることになってやめちゃったんでまた、あの一からしばらくやってないとね、そうですね、できなくなっちゃうんで、はい、だからまあ続けられることをさっきねレイミさんが言ったみたいにいろんなことをやってみて続けていけるものを自分の、大切なものとして続けていくこれから先もね、うん、続けていくっていうのはいいかなというふうに、はい、年末に年末、ね、そういうふうに思ってますねはい、でもまあ話違うんですけどやっぱりジュアの感でたまに聞いてみたいなと思いますね。そうなんか、うん、本当にちゃんと聞いたことないかもって改めて長いんですよ108つなんで ねずっとなってますからね。そうなんか神奈川におばあちゃんがいるので、うん、そこで年を越した時に初めて聞きました。だから小学校とか中学校とかかな、こんなになるんだみたいな、うん、私ジュアの鐘って一応なんでしょうね一般教養としては、まあ、知識としては持ってはいたんですけど、うん、やっぱちっちゃくてもね、はい、でも実際沖縄でならないしっていうのはどうしてもありますよね、うん、あでも花火が、ね、上がってるのを聞くとねやっぱり賑やかでいいなってそういうあの新年の迎え方の方がね、うん僕としては、まあ、その今の心境としてはいいなっていう気がしますね。でも花火も言うってそんな昔から上がってたんですかね、うん、どうなんでしょう。私が早原出身なので、うん、あの周りに海がなかったからなかったですね唯一あんまり花火も上がらなくてハエバルはあのハエバルのね金城というところにいた時は、はい、あのベランダから見えましたからね あの辺で上がってるなとか与那原あたりの花火は、うん、まあ確かに見える あのあたりでしたね、はい、方向としてはね海側の、でハエバルって唯一海がないんですよね。沖縄で唯一ハエバルだけがその市町村として海に面してないっていう、うん、であれで那覇と一緒にならないって話があったんでしょ。なんか一応何個か、うん、だ南城市とかも合併した時に、うん、多分そういう話が出たんですよね、おそらく、はい、なんですけどハエバルはずっと町のままでやってます ねでもハエバルってなんかすごく住みやすいし、うん、あのいいお店もあったしっていうところ で私は結構地元は好きですね、うん、さあここらで1曲いきましょうか、はい、このねリクエスト曲はレイミさんを、テーマにした曲ですね。あ、ハードデイズナイトっていう、はい、はい、収録に
あ、了解です。じゃあ右だけ流れてるんですか。ここもう少し大きくならないですか。なんか全然ちっちゃいですよね。どっちかな、ずっと別の外して OK です。あとです、左だけ。そう、左だけは聴力検査してる。OK です、これあったら分かりますね。後半ね、後半何の話しますかね。もう本当にちゃんと来年の目標じゃないですか、ですね、お互いの。僕の目標は一つあるんですよ、はい、それはじゃあちょっと取っておきましょう。そうですね。気になる。26分まで投げて、あと、なんだ、あと10分ですね、ちょっと。あと10分ですね、はい、OK です。そのまま CM 流れると思う、はい、そう、目標、来年の目標何にしようかな。ラジオを始めたでしょ。そう。それで例えばフォロワーをね、1000人。とか、何、うん、でしょうね。単純にでも自分のことの方が目標としては多いかもしれません、うんうん、ダイエットするとか、うん、彼氏作るとか、うん、なんでしょうね、無限に動ける体力を手に入れるとか。それはいいけど疲れるだろうなとか。6時間、5時間睡眠とかで動ける人間になりたいけど、それはまあ無理だとしても、うん、何に向かっていくかですね。あ、でももう好きに言ってて、もうあれですよ、レイミコーナーみたいな。それ行こう。あの、確かにハードデイズですね。もうそうですね。本当にそう。本当に30もライブして、31も奥間まで行くので、それ大変だ。もう本当ハードデイズナイトだ。本当にハード。あれどうでした、蜂蜜のケーキ。美味しかったです。これどうだった。リンゴ、リンゴも入ってて。あ、そうなんだ。マナさんも美味しい美味しいって食べて、よかった、一緒に食べて。どうかなと思って。美味しい。まあ、疲れてる時にはね、甘い方がいいかなと思って。あの、みんなもうだからその年末で来週の収録だったりとか、うん、その2月の件とかでパタパタしてるので、みんなもすごい良かったと思います。あ、良かったです。うちからすぐ行ったところにあるんで、ね、あ、そうなんですね。そう、いつもこの、ね、木曜日も週末近い時にはやっぱ甘いものを持ってくるとみんな元気出るかな。そう、めちゃくちゃ助かりました。ゆみさんには今日、ね、1時間付き合ってもらおうと特別に助かります。始まる時は言ってくださいね。じゃあそろそろ行きます、はい。後半戦、後半戦というか後半になりました。じゃあまあ来年の目標ですね、はい、今日のテーマのね、何をするか。レミさんなんかさっきね話聞いた、いっぱいあるみたいなん で、 そうですね、そこからいきましょう。でも、はい、本当にいっぱいあるんですよ、うん、だ今年は結構その自分に何だろう、費用も時間もかけようみたいな目標があって、はい、パーソナルに通って10キロ落としたりとか、うん、まあ、ちょっとなんか美容にこうちょっと力を入れたりとかしてたんですけど、いいことだと思いますね。うん、まあ、来年も引き続きそれをやっていきたいなっていうところと、はい、あと何ですかね、やっぱりそれを通して体力を手に入れたいっていうところ、うん、と、まあ、あわよくば彼氏が欲しいなっていうところですかね、はい、私の目標としてはそんなもんかな。でもね、そのさっきの話、30、31、大晦日まで奥間まで行ってドラム叩き続けるわけです、はい、ドラムじゃないかもしれないけど、今回はベースですけど、はい、はい、でもまあそこまで忙しいとね、さっきのあのアハデイズナイトとみたいな感じで ね、 そうですね。あと今年は56本ステージをやってたんですよ、数えたら、はい、すごいですね。なので来年は1週間に1回ぐらい、来年は60本かなみたいな、じゃあ目標としてはね、僕は思うのは、はい、YouTube にアップして、はい、あ、アップしてるんです。あ、たまに、あ、うん、私のってことですか。そうです、そうです。あ、ね、だからそういうなんか痩せるぞみたいな動画を作ったりはしたいかなと思ってます、うん、そのコーナーもあってもいいと思うんですね、うん、いろんなもの作って、でもその音楽に生きる、
そんな感じでもいいんじゃないですか。私沖縄でそのライブハウス一本で食っていけてる人間ってあんまりいないので、うん、なんかそういう面でもなんかちょっとなんか若い子の希望になれたらいいなとかもやんわり思ってるんですけど、いやこれ見てあこれかっこいいなってそうそう、うん、思うとですね、あのフォロワーも増えてくるんで、じゃあこうしましょう。来年は、まあ、YouTube を、目標にしてですね、はい、頑張ります、はい、YouTuber になると、で、あラジオも始めるんですよね。そうなんですよね、うん、FM 講座の方でラジオをやるんですけど、はい、まあ、そこもちょっとね、そこで得たスキルをまたここにも還元できたらいいなとか思いますけど、はい、そうですね、まあ、まずはフォロワーを増やすことですね。1000人から1万人に増やすというところですかね。インフルエンサーになりましょう、はい、さあじゃあ潤さんの目標は逆に、ね、僕はね、あの原稿に書いたのはね、はい、ドラゴンボールに出てくる亀仙人みたいな感じの生活したいなと、はいもうそろそろいいかなと思うんですけど、なかなかね、ゆったりね、ゆったりしたいんです。でもまあなかなかあの一緒です。難しいですよね、はい、私もで働いてないと、うんうん、っていうか、まあ、何かやってないと結局あのあれですよね、何にもしなくなったら多分ニートのおっさんみたいな感じでこもって出てこなくなって腐り果てるかなっていう感じもありますんでね。じゅんさんいろいろ趣味もあるじゃないですか、まあ、ラジオも結局そうだし、ええ、そうですね、あの空手だったりとかもあるじゃないですか。だから空手はねなかなかうまくならないんですね。いやでもこのなんでしょう、ちゃんとやることがある人は働かなくなっても外に出ないなんてことはないんじゃないかなって。いや基本はね僕あのニートなんですね。こもって一人でじっとしてあのなんかあの映画見てる方がね好きなんですけどね。そうなんですか、うん、でもまあそうもしてられないしね、まだまだしばらくはこんな感じでやろうかなと思ってますけどね。いやでもやっぱり、はい、そうですね、パーソナリティさんみんな元気なので。元気ですね、今ね、あの私の目の前にあのひーふーみーさん、この伸ばすっていうね沖縄のこの習慣っていうのは非常に喋りにくいところあるんですけど、はい、来られて、彼もまあ来年はあれですよね、ますますフォロワーを増やしていくというところがあるんじゃないでしょうかね。でしょうね、おそらく、はい、なんかこの番組も頑張っていきたいですね、うん、今のところはですね、はい、吉田さん、越さん、それから、高本さん、あとそうですね、大体4人ぐらいですか、まあ、引き続いてね、あの前の番組から聞いていただいてるんで非常に感謝してます、来年もよろしくお願いしますねって話を、ね、お伝えしたいなと思ってますし、初回は1月4日からやるので、はい、私は何日から出ればいいんでしょうか4日かな、あ4日からですかねそうですね、わかりました。今日はですね、まあ、知り合いの人たちにもちょっと宣伝してるんで聞いていただいてるかなっていうふうに思ってます。かよこさん聞いていらっしゃいますかね。あ、そうか、この日にちは聞いてないんだ。そうですね、はい、あ失敗、はい、あちゃんと告知をしましょう。あそうです28日なんだ今日は。28日です、はい、今日は、あとだから28日だったら29、30、31。そうですね、でも皆さん年を越すっていうことですけど、じゃあ31日に奥間まで行って、はい、1日は1日はお休みです、さすがに。ということは、3日までは初詣とかはしないんですか。あもしかしたらライブ終わりにするかなぐらいの感じですけどね、行けたらいいなって。まあ、あそこからだったら初日の出の方が、そう、おそらく初日の出を見て、ね、とってもいいところでしょ。奥間って僕行ったことないんじゃないかな。でもね、本当にね、1時2時ぐらいに終わるんですよ、真夜中に。だから、そっからどう、朝日の、はい、こう日の出まで、ね、そこにいるわけにもいかないしね、みたいな感じなんですよね。なんでずっとはもう朝までやろうぜっていう感じにならないんですか。そう、2時3時、遅くても3時とかには終わったんじゃないですかね、けど、いやでもいっぱいシャンパンとか出てくるので楽しんでいきたいと思います、うん、もうあのね楽しんでください。楽しむのは一番だし、まあ、来年もね楽しく笑顔で生活ができるそういうところを目指しましょうか、はい、っていうところですね。お互い元気に元気に頑張って、元気に頑張る、ぎっくり腰とかならないように頑張りますので、よろしく。二人の目標が、そうですね、元気に頑張るになりました、はい、では皆さん、改めて、来年も
良いお年をお迎えくださいますよう、よろしくお願いします。そして私たち2人の番組もまた、はい、引き続き、お聞きください。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今年はありがとうございました。はい、じゃあまた来年。来年。はい。